今回、数学嫌いだよっていうあなたが、数学が好きになる。フェルマーの最終定理、なんか聞いたことあるはい。これなんと300年間も人類を翻弄した難問なんですね。俺は証明したぜ。お前ら証明してみろよ。って言って死んだ、フェルマーという男に立ち向かう、数学者たちの300年間にわたる物語なんですよ。どうも中田敦彦です。さあ、今日も早速参りましょう。エクストリームサイエンス、フェルマーの最終定理編 超面白い。ありがとうございます。さあ、やってまいりました。フェルマーの最終定理。を中田理系をやってみるのか、という、ここなんですよね。普通だったらね、数学とか。まあ僕ね、ちょっと、いや説明面白くやるの難しいよと、数式びっしりは、これはさすがにエクストリーム無理です、ということで諦めてたんですが、とんでもない本があったんですよ。それが、サイモン・シンという方が書いた、フェルマーの最終定理が、 溶けるまでのヒストリーを書いた本なんですね。これ2000年に発売されたんですけど、今でも歴史的名著として売れている本なんですね。この本。まあ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 、ちょっと見てみようかなと思って私ね、今本屋なかなか行けないから、そのアマゾンで注文するにもちょっと時間がかかるから、もう電子書籍でとりあえずダウンロードして、パッパッパって眺めたんですけども、数ページ眺めただけでね。あーしゃいって。びっくりしました。この本はおもろいぞと。 サイエンスのドキュメンタリー的な本であるにも関わらず、まるでとんでもないミステリーを読んだかのような、めちゃくちゃ面白いお話に仕上がってたんですね。で、読んでみて、まずこの本が面白いと同時に、フェルマーの最終定理が人類とどのようにですね、こう、戦ってきたというかね、その人類がこのフェルマーの最終定理とどうやって戦ってきたか、この歴史がむちゃくちゃ面白いんですよ。 なので、今回、数学嫌いだよっていうあなたが、数学が好きになる。それぐらい面白いストーリーをお伝えしたい。ヒストリーをお伝えしたいと思っております。なので、細かいところ、もしかしたらミスとかもあるかもしれませんけれども、あ、そんな面白いよ。数学って何ちょっと調べてみようかな。そう思うようなストーリーの移を集めたのが、このフェルマーの最終定理なのでご説明させてください。はい。まず、 フェルマーの最終定理。なんか聞いたことある。はいこれなんと300年間も人類を翻弄した難問なんですね。300年間ですよ。もう、もう、ね、10年に1人の天才みたいなね、人がいるとして、そんなのがもう何連敗もしてですね、もう死死類類を築いて、わかりませんと。この世代最高の天才というのが解けない解けない連続で、えー、積み上がっていったのがこの300年間。そのフェルマーの最終定理。 まずその定理ってどんなのなんて聞くのはまだ早い。聞いたら、え、何それ意味わかんないってなっちゃうから、まず歴史を説明させてほしいのよ。このフェルマーの最終定理というものは、ことの発端はピタゴラスなんです。ことの発端。ピタゴラス、古代ギリシャなんですよ。相当昔。ね。このピタゴラスの定理っていうのは皆さん教科書に習ったことあるよね。直角三角形のな、ね。 3センチかける四4センチならここは5センチでお馴染みの。あの、x 二乗プラス y 二乗イコール z の二乗え、そんな都合の良い,いことはありますかそうなんです。全部において、x 二乗プラス y 二乗は z の二乗になるんですというね。この、こういう、これを満たす、そういう直角三角形、3、4、5、そういう数字があるよと。3の二乗9でしょ ?4 の二乗16でしょ ?5 の二乗は25。 16、9たす16が25。こういう3、4、5みたいな組み合わせ。綺麗だよね。美しいよね。そういう組み合わせの数いっぱいあるんだよ。という。美しい。何これで、お馴染み。ピタゴラス、ね。この美しさっていうのは、その当時衝撃的だったんですよ。ね。あの、ピタゴラスって実はね、ただの数学者じゃなくて、ある宗教の教祖だったんですよ。 教団ピタゴラス。ピタゴラス教団っていうのを持っていて、あまりにも頭がいいから、もう教祖になってたんですね。それで、このピタゴラス教団っていうのはすごくて、めっちゃ面白いですよ。このピタゴラスだけの説明でももう1時間やれちゃうぐらい面白いんだけど、ピタゴラス教団は、この世は美しい数でできているっていうのが競技だったんですよ。ね。その中でも最大の発見が X 乗上プラス Y 乗イコール Z 乗こんなものをピタゴラス教団が発見したもんだから、もうピタゴラスの名声はとどまることを知らないよね。 そんな中で、ね、そのピタゴラスって最終的にね、とんでもない死に方するの。ね。というのも、その教団の、その最大のさ、この、ロマンであるところのね、美しい数しかないっていうのは、整数しかないっていう、まだそれぐらいのことだったの。だから、ルート2みたいなのって、人よ人よに人見頃みたいな、1.4んとかかんとかってブワーってすぐでしょ。1とか2みたいな整数と違うじゃない。これをね、弟子が一回発見しちゃうんですよ。え、ちょっと待ってくださいと。ね。 この1と1の直角三角形の斜めになったここ、まさにこのピタゴラスの定理でね、してみたら、え、ここ、斜線ルート2じゃないですかと。だって1の二乗プラス1の二乗で2でしょじゃ、2になるものって何の2乗なのってことだよね。それがルート2なんだよ。っていうね。平方根っていう、ルート2って整数じゃないんですけどっていうのを発見してですね、その弟子をですね、 処刑しろっつって、溺死させるっていう、とんでもない教団になっちゃったんですね。だから、ピタゴラス教団って、ものすごい人類の英知を生んだけれども、闇も生んだんですよ。ピタゴラスが整数は美しい、美しい世界だって言ったことによって、この平方根とか、いわゆる無理数って言われるものの発見は遅れるっていう、まあ、いい面と悪い面があったんですね。そんなピタゴラスの X 乗プラス Y 字乗イコール Z の乗。この美しい数式というのは、その古代ギリシャの後,後半の方の、 古代ギリシャ最後の天才と言われたディオファントスっていう人がそういう算術って計算問題をたくさん集めた本を出してたのね。すごい本を出してた。これなんとすごすぎて13巻あるのよ。全13巻のうち、これがね、その当時最も発達してたビザンツ帝国。はい、ありますね。あのトルコとかの上の方のね、コンスタンティノープルとか、ヨーロッパとこの中東の間にあるあのビザンツ帝国、世界史でありましたよね。あのビザンツ帝国が、えっと、ものすごい科学のね、あの、 先進国だったので、そこにね、あの、このディオファントスが13巻置いてた、その算術が、オスマントルコの侵略によって、略奪されて、そのうちの7巻がね、この、葬り去られて、6巻だけを持ってですね、ヨーロッパにですね、逃げて、その6巻が、その算術という、すごい、こう、天才の残した問題たちっていうのがね、の、あったわけですよ。はい。で、この6巻の中に、このピタゴラスの定理もちゃんと入れられてた。入ってたんですよ。そして、 古代ギリシャから時を問います。17世紀フランス。そこに一人の天才がいたんですね。その名をフェルマーと言います。このフェルマー、そう、フェルマーの最終定理の名の元になっている人ですよね。そうなんです。このフェルマーがめっちゃ面白いんですよ。このフェルマーね、なんと数学者じゃないんです。プロじゃないの。なんと実はね、17世紀フランスの裁判官なんですよ。 で、17世紀フランスの裁判官めちゃめちゃ厳しくて、私生活、あんまり友達と遊ばないでくださいっていう。自粛をね、求められてる。今でもね、僕もね、同級生に裁判官がいて、裁判官の人ってなんか普通に夜飲み歩くとかあんまり奨励されてないんだって。なんでかっていうと、そこで、後に裁判になるような被告に会ったりとか、なんかその、弁護士とか、だから、つるんじゃうと、要するに、 感情が入り込むから、感情入り込んだら正式な裁判できないでしょっていうことで、かなりシュクシュクと一人で暮らすっていう。それがすごい厳しかった、この頃。ただ、裁判官になるぐらいだからめっちゃ頭いいんですね。このフェルマーの趣味が数学だったんです。裁判官として、静かな暮らししろって言われてる間、めっちゃ数学をやってたんですよ。だから趣味なんだよね。ただ、このフェルマー、 趣味、趣味の域超えちゃってるんですよ。あまりにも凄す,すぎて、その当時の数学者がまだ見つけてないものとかを見つけちゃったりする。現にパスカルっていう数学者と組んで確率論。確率ってすごいね、あの、ギャンブルとか、あとなんか予想とかで使うでしょ確率論とかの基礎を作ったりしたのもこのフェルマーなんですよ。だからプロの数学者じゃないのに偉大な発見をしたという、そのスーパーアマチュア天才野郎だったんですよ。 本業裁判官っていう。で、しかもこれ、だスーパーマンに見えるでしょ一個欠点があったの。性格がねじ曲がってたの。<laughs> このフェルマーっていうのは、なんとですね、アマチュアだけど、お前らプロの数学者より俺の方が頭いいぞっていうのを見せつけるのが趣味だったんですよ。どういうことをしたかというと、自分で問題を作って、その答えを用意し、それをですね、数学者に送りつけるんですよ。 これできるかってで素人からの挑戦ですよね。そしてそれを数学者ができませんっていうのをめちゃめちゃ楽しむってやつだったんですよ。はははですね。フェルマーの問題は解けないっていうですね。そういうやつなんですね。で、このフェ,フェルマーっていうのはもう単純に趣味で数学やってるから論文書いてなんか発表してみんなに教えてなんていうことを考えもしないんですね。そのフェルマーが手に入れたのが ディオファントスの算術だったんですよ。面白そうじゃないかと。ね。この天才フェルマーが、このディオファントスの算術遊ぶように解いてやろうということで、バン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 解いてたんですよ。で、このフェルマーの趣味は、このディオファントスの算術に書いてある問題を解き終わったら、それよりちょっと難しい問題を考えて、自分で解いてみる。これが趣味だったんですよ。すごいよね。 そんな受験生いるなんか自分でさ、問題集解いて。うん、簡単だな。もうちょっと難しい問題はこれ。どうやらないよね。あの、解いて終わるじゃん。解いて作って解いてその上で満足するっていう。まあ、その本当に、天才の変態です。もう変態的天才。そのフェルマーがですね、この算術にですね、めちゃめちゃ書き込むわけですよ。このロッカーのびっしり書くわけですね。で、この問題の上級問題がこれ。で、それに対する答えは、うーん、まあ、こんな感じ。 だけどまぁ、あ、全部は書いたり書かなかったりしてたの。そんな中でフェルマーが出会ったのがこのピタゴラスの定理だったんですよ。美しいじゃないか。そう。この人間を惑わし、そして人間に全ての英知を与えた根源的美しい数式、X 乗プラス Y 乗イコール Z の皆さんも習いましたよね。覚えましたねああ、なるほどなぁ。で皆さん終わったと思います。違うんです。フェルマーって 超天才ですから。これを見た後に、ある数式を作りたくなったんですね。じゃあ上級編作っちゃおっか。ピタゴラスバージョン2.0だって言ってですね。X の N 乗プラス Y の N 乗イコール Z の N 乗。だバージョンアップですね。X たす Y イコール Z。これが別に2乗じゃなくて1乗の場合は、その組み合わせいっぱいあるよね。1たす2は3。はい、2たす3は5。はい、そのもう無限にある。 でも、二乗になるとそれは少なくなるよね。全部が全部この組み合わせじゃなくて少なくなるよね。じゃあ、X が三乗、Y 三乗、Z 三乗になったら、これ何パターンあるんだろうこう思ったわけ。この発想がまず天才なんですよ。ね。これ何パターンあるんだろう難しいバージョンになったらってなった時にですね。あれなかなかないな。いや、待てよ。これないぞ。 っ,てな,ったんですなんと、x 二乗、y 二乗、z の二乗の場合は、これ、無限にあるってことが証明されてるんですね。ところが、それを3にしただけで、1個もないということが明らかになってきたんです。3でない。じゃあ、4ならどうだ。5ならどうだ。6ならどうだ。これ、いや、違う。2より大きい n に関しては、1個もない。これが、フェルマーの書き込みだったんですよ。 一個もありません。で、それを証明しないとね、これ定理にならないんですよ。だけど、フェルマーはそこにね、書いてあるんです。これに対する証明が、驚くべき方法で考えついたのだが、それを書くには、この余白は狭すぎる。次のページに行ってるんですよ。どういうことと嘘じゃない 思うかもしれないんですけど、フェルマーはご存知の通りですね。いろんなやつにそういう遊びを仕掛けてきて、やっぱり貝をちゃんと持ってきてた男なんですよ。嘘で俺は解いたなんていう男じゃないんですよ。何度も何度もそういうやつを仕掛けてですね、俺知ってるよってやって、知ってるっていう。実際解いてたっていう。で、確率論とかも作ったっていう。もうだから、もう実績も、もうそのあるようなやつが書いてるんですよ。 浮かんでる。考えてるけど、これ余白狭すぎるわ。って言って、ペラッ。そしてそれをですね、なんと誰にも発表せずに死ぬんですね。つまり、クロスワードパズルで遊んでメモ書きしてたのを大量に残して死んだ奴みたいなやつ。このフェルマーの息子がそれを発見するんです。親父が死んだ後、ディオファントスの算術に異常な量の書き込みがあることを見つけ、その中には価値のある書き込みがあるっていうことを息子は気づくんですね。 えこれまだ世に発表されてないやつじゃないこの問題すごいやつじゃない親父。生前からすごかったけど、もっと宝を残して死んでたのか。なんと息子はね、数年かけてそれを解読し、これには価値があると言った上で出版にこぎつけるんです。なんと、ディオファントスの算術に天才フェルマーが問題を書き込んだものが出版されるんです。すごくない だ、痕跡本がむちゃくちゃあ発売されるんですよ。その人のメモ書きが入ったものが。で、その中になんといくつもの難問が含まれてたんですね。フェルマーの難問たちっていうのが余白にめちゃくちゃ書かれたの。で、そこ、プロの数学者がなんじゃこりゃーって言ってですね、解き始めるんですよ。うわーってフェルマーに立ち向かえーつっ,って、たった一人の素人。 裁判官。天才的変態が残した余白に向かって全プロが立ち向かうんですよ。うわーっつって。そして一問ずつ解かれていくんですね。よし、フェルマーのメモ書きの余白一クリアバーン余白二バーンクリアよっしゃーフェルマーなめんなよーっつって。それでバン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 問題が解かれてって、俺たちプロは強いんだって言って、どん,どん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 その余白の問題が解かれてった最後に残った問題。 それがこれだったんです。解けないだから、プロが余白に書かれた算術の中の遊びで作られたフェルマーの問題の中で、最後まで解けなかったから、フェルマーの最終定理なんです。何が最終なのかって、フェルマーが残したダイイングメッセージの中で、解けなかった最終問題ってことなんですよ。で、これはもちろん、定理っていうのは証明がされている。 ものを言うんですよ。だから、正確には定理じゃないんです。証明されてないけど、何回それを試しても、ほとんどそういうことになる。ね。だから、X3 乗プラス Y3 乗、Z3 乗、なんか当てはめてもうまくいかないと。だからそうなんだろう。これは、定理じゃなくて、予想って言われるんですよ。なんとか予想っていうのは、数学の用語なんですね。その、競馬の予想とかじゃないんですよ。 なんとか予想ってのは、その数学上の用語で、まだ正式に証明されてないけど、ほとんど正しいだろうと言われている公式のことを言うんです。だから正式にはフェルマーの予想なんですよ、これは。だけど、フェルマーは証明したって書き残して死んでるんです。正式にはお前らがやってみろって言って、 その後300年の間に人類の英知を苦しめるっていうスタートなんですよ。だから数学版ワンピースですよね。そのとんでもない偉大な海賊がここに巨大な一つ流れの財宝を残した。それがワンピースだと。それをたどり着いたものには全部くれてやると。さあどり着いてみろって言って全員がうわーって航海に出る。これがワンピースですよね。さあこれ俺は証明したぜ。お前ら証明してみろよ。 って言って死んだフェルマーという男に立ち向かう数学者たちの300年間にわたる物語なんですよ。これはむちゃくちゃ面白いの。嘘やんと。こんなシンプルな問題。だってさ、普通になんか難問って言われたらびっしり数字書かれてそうでしょ。なんか文字と。知らないなんか記号と。じゃないんですよ。だって俺たちが全員知ってるピタゴラスを1個バージョンアップさせただけの、誰にでも説明できるこの式。 だからみんな素人でもやろうと思えば参加できるんですよ。ないかなあるかなとかね。これどうやって証明するのかなとかってやるわけ。それができないんですよ。うわーできないこれ何どういうこと嘘だろ。フェルマー嘘ついてたんじゃないところがですね、それを一歩進める天才が現れます。 さあ、1753年、18世紀ですね。もうすでにこれね、100年近く時が経ってですね、超天才オイラーっていうのが現れるんですね。<laughs> このオイラーってやつはすごいんですよ。もうとんでもない天才なんですね。これね、オイラーを、に、を知ってる人は誰しもがオイラーをこう言うんだって。呼吸を、人が呼吸をするように計算をし、鳥が空を浮かぶように計算をする。とんでもない量の計算が、 もう全く苦じゃなく、暗算でできてしまうという天才が生まれたんです。それがオイラーだったんですよ。このオイラーっていうのは、親父がですね、まあその牧師さんで、オイラーのことを牧師にしようと思ったんですね。 ところが、このオイラーの才能に気づいた数学サラブレッド一家がですね、あいつはうちの一家を超える天才だって言って、オイラーを牧師にしないでくれと。私たちが教えるから、オイラーを数学をさせてくれって言ってですね、数学を学ばせたんですね。するともうオイラーは才能を絶賛開花させてですね、もう数をですね、浴びれば浴びるほど正解を出すというですね、もうとんでもない力を発揮するんですね。 でこ,こ,のこの時にはオイラーは、えっと、いろんな難問を解決するという難問解決屋になってました。というのも、このフェルマーの頃までは数学ってなんか意味ない遊びでしょって思われてたんですよ。どっちかというと、ったら物理とか化学の方が生活に役立つでしょ。今だって数学って何の役に立つのって言われたりするんですよ。で、その頃はまだ理解が深まってないから、それぐらいのことだった。でも、数学を実際に役立つよって証明したのがこれニュートンなんですよ。 このフェルマーとオイラーの間にアイザック・ニュートンという天才が現れて、そいつがですね、その数学の世界から物理の世界に応用して、それをいろんなものの計算に使えるよっていうふうにしたことで、そのいろんな権力者たちが、え、数学の進歩が、 科学の進歩なるんや。数学って科学の進歩の基礎なんだっていうことが明らかになったの、このあたり。で、そのあたりから数学者に対して、これはできるか、これはできるかっていうオーダーが入るようになったんです。オイラーはその天才性を発揮して、いろんな難問を権力者から受けては解決するっていう難問解決屋になってたんですね。こういう場合はどうすればいいこういう場合はどうすればいい数学的に解決できないか、うーん、できますっていう一級三的な、スーパー一級三的な状態だったんです。 このオイラーがですね、すごいのはですね、盲目の天才ってことなんですよ。ええって。これどうして盲目かってですね、後から盲目になったんですね。その、片目がまず見えなくな,なる時期があったんですね。その緑内障か白内障か目の病気でですね、片目が見えなくなる。普通だったらね、とんでもないこう喪失感あると思うんですよ。で、オイラーもそうだったのかもしれないですけど、片目が見えなくなったオイラーが言ったことがですね、これでまた計算に集中できるなって言ったらしいんですよ。 すごいんですよ。その上で、もう一つの目も見えなくなるっていうことが明らかになるんですね。しばらく経って。で、うわ、オイラーの目が、だって計算式書けないんだよ。文字書けないんだよ。論文書けないんだよ。目見えなくなったら。オイラーはもう一つの目が見えなくなるって言っ言われた瞬間にですね、字を書くことだけ手に覚えさせたんですね。うわーって。そしたら、まず文字書けるから。ね。でも、こう、両方の目が見えなくなってしばらくすると、やはり字が荒れてくるんですね。で、もう、 誰も読めないような判別不能の字になる。ああ、もう計算もできないし論文も書けない。オイラー終わったかと思いきやですよ。オイラーはですね、今まで読んだ本の全てを記憶してるっていうとんでもない能力と、全ての計算を暗算でできるっていうですね、とんでもない能力を発揮して、盲目になってから月の動きの計算を当てるんですね。<laughs> すごいんですよ。すごい天才なんですよ。 そんなオイラーがフェルマーの最終定理に挑むんですね。<laughs> すごくないですかそのオイラーがフェルマーの最終定理に挑んだ。その時にですね、発見したことあるんです。まだそれは目が見えてる頃だったんですね。どうしたものかなと思って、このフェルマーの書き込みのある算術をくまなく読んだらですね、なんと、フェルマーはこれを実際で証明してたであろうという痕跡を見つけるんです。それはなんとですね、この N が 4の場合、つまり x4 乗プラス y4 乗イコール z の4乗が存在しないよっていう組み合わせ。この組み合わせは存在しないよっていうものを軽く証明して、他の問題の証明の中にそれが混ざってたんですよ。他のこう、その他の問題の証明の中に、 nx の4乗と y の4乗と z の4乗については、こうこうこういう理由で存在しないので、こうこうこうでって言って、うわ、途中書いてるっていうのをオイラー発見するんですよ。ここって。え、じゃあこれを、ちょっと、ちょっと雑に書かれたんですけど、それをちゃんとやればですね、n が4の時はないっていうことが明らかになるんです。それに、その時に使ってた手法をもとに、オイラーは n イコール3の場合もないということだけは証明できるんです。 あのオイラーをしてもそこまでしか進まなかったんですよ。ドーン。3の時はない。これだけが分かったんですね。なぜなら4の時ないってこっそり書いてたから。それを元にして作ったらこれができました。そしてオイラーは死ぬんですね。バーン。ね。その18世紀最大の天才と言われたオイラーがそこまでだった。そしてそれをさらに一歩進めたのがなんと女性だったんですね。 これ驚くべきことは、これ女性であるっていうことなんですけど、なんでかというと、この当時ですね、まあやっぱりまだね、こう、ジェンダーに対する差別って大きかったんですね、今以上に。なので、女性が数学を勉強するっていうことを、全く社会が容認しなかった時代があるんですよ。 男性の中でも学問、学問の中でも数学っていうのはかなりマニアックな勉強。それを女性がやったって何にも役立たないし、やるべきじゃない。女性に数学は分からないなんていう風なひどい言われ方をしてた時代に、このソフィー・ジェルマンっていう人はですね、数学に目覚めるんですね。 これなんで目覚めたかというと、もうすごい、まず頭がすごい良かったんですけど、その上でね、数学史っていう歴史を本読むんですね。すると、アルキメデスという天才に出会うんです。そのアルキメデスっていうのはこのピタゴラスより前の最初の最初の数学天才と言われているアルキメデス。このアルキメデスの歴史だけでも面白いんですよ。アルキメデスっていうのはですね、もうあまりにもいろんなものを発明したからですね。 国からですね、その防御の装置を作ってくれって言われるんですね。そのいたのがシラクサって小さい島なんですよ。小さい島を守るために天才アルキメデスよ。ね、お前のその頭脳で、その、大国が攻めてきても、あの、大丈夫な、その装備を作ってくれって言ってですね、アルキメデスの装置というのをですね、島中に囲むように作るんですよ。 それは、いわゆるその、まだね、投石器っていうのが、こう、カゴに乗せて引っ張って、縄切って、ボーンって投げるみたいな時代に、いわゆるピッチングマシンみたいなのを作ってるんですよ。要するに、石の大きさを揃えて、高速で車輪を回転させて、そこに流し込むと、ピッチングマシンってそうでしょボールが流し込んできたら高速のローラーの上に回ってビュンって飛ぶでしょあれを考えてたんですよ。高速ローラーをみんなで下で回して、バーって巨大なローラーを回して、そこに大きさを揃えた丸石をザー流れ込む。 流れ込ませると、もう向こうに向かってマシンガンのことでですね、弾丸が発射されるというですね、恐ろしい武器を作ったんです。ところがそのアルキメデスっていうのは、その装置を作った頃はまだ攻められなかったから、ずーっと放置されてたんですね。だけど、ある日、もうアルキメデスが天才というままですね、その老人になって、ヨボヨボになった頃にですね、ローマから大軍が攻めてくるんですね。 そして、うわーもうローマが攻めてきたらもうおしまいや俺たちの島もうおしまいやーってなった時にですね、ちょっと待てって,って。うちの島にあれあるだろうって,って。何十年か前にあの天才アルキメデスに作らせたアルキメデスの装置を出せって,っていきなり稼働するんです。ガンカシャーンって,ってね。で、何十年の時を経て、何十年前に天才が作った装置があれ火を吹くんですね。ボワー,ーっ,てってね。で、アルキメデス天才みたいになるんですけど、結局内輪から裏切りが出て、装備の装置の弱いところを攻められて、 敵軍が流れ込むんですね。そしたらローマ兵がですね、アルキメデスを見つけて、お前、アルキメデスかみたいなこと言うわけですよ。っていうのも、アルキメデスあまりにも天才だから殺すなって言われたんですね。はい。殺すなって言われたんですけど、その兵士はですね、おいお前、ジジイおい、クソジイね、豪邸に入るわけですよ。すると中にはですね、砂に向かって図形書いて計算してるジジイがいるんですね。それがアルキメデスなんですよ。計算してたんですね。うーん、とか言ってね。そしたらですね、兵士が流れ込んできて、 おいじじい、お前が歩き目ですかって言うわけですね。するとですね、その兵士の一人がですね、その砂のですね、図形をですね、踏んじゃったんですね。デリカシーないから。するとですね、図形を踏むな、計算の途中でしょうがっつってバーンって突き飛ばすんですね。それを、なんだ、じじいつって刺されて殺されちゃうんですよ。 そういう死に際だった。ね。これ伝説なので、実際はどうかってのは分からないんですけど、なんと死ぬ間際まで計算に夢中になってて、兵士に殺されるっていう天才アルキメデスの死ってのがあるんですね。その伝記を読んで、このソフィー・ジェルマンは、え、待ってと。死ぬかもしれないっていうタイミングでもまだそんな夢中になるものって、最高に面白いんじゃないって言って、数学ってちゃ、最高なのかもに気づいてですね、数学に熱中するんですね。 で、親父とかですね、お袋はですね、えー、っと、ソフィーがなんか数学に目覚めちゃったらしいのよ、とか言って、なんだととか言って、そんなのは女子がやることじゃないんだ、とか言ってですね、夜、数学の勉強させないためにですね、ろうそくを全部奪うと。ね、そういうやり方をするんですね。 でもソフィーが植わってですね、ろうそくをですね、奪われてもいいろうそくとですね、あの、隠しとくろうそくがあってですね、やっぱり夜勉強してたっていうね、<laughs> すごい奴なんですよ。で、そのソフィー・ジェルマン、大人になってですね、学生に、あの、学校に行くわけですね。だけど学校もですね、やっぱ女子は受け付けないだろうということで、なんと、その数学の専門の学校を辞めた男性の、その学籍を無理やり登用して、偽名で受けるっていうね、もう根性がすごいんですよ。偽名で受けると。 で、その中でもあまりにも優秀だったために、偽名で受けてたんだけど、テストの点数がもう最高に良くて、出してきた答えがもうあまりにも斬新だから、こいつは誰だっつって呼べって言って呼んだら女だった。そこでバレるっていう、もうドラマみたいな天才女性がいるんですね。で、その後、さらなる天才、ドイツの天才数学者ガウスってやつと文通するんですけど、その文通も男性の偽名でやるんですね。 ところが、ナポレオンがそのガウスのドイツを攻めたときに、ガウス先生死んじゃうガウスってのは数学の王様っていうぐらい天才って言われたんですね。そのガウスが死んじゃうということで、フランスから、あの、ガウスを保護するようにですね、あのー、尽力したのがソフィー・ジェルマンなんですね。で、保護されたガウスがですね、フランスなのになんで助けてくれるんだと。いや、実はソフィー・ジェルマンさんにお願いされてって言って、誰だそれは。もう、偽名だからガウス知らないんですね。そこでソフィー・ジェルマンが、私実は偽名使ってました女なんですって言って、すごい いいな君って言ってて言そのソフィー・ジェルマンがついにフェルマーに立ち向かうんですね。すごいでしょこのチャレンジャーたちのエピソードが一個一個かっこいいんですよ。そのオイラーが立ち向かうとかね。盲目で月を計算したオイラーが立ち向かうとかね。その偽名でガウスを、王様ガウスをうならせたそのソフィー・ジェルマンが立ち向かうんだよ。そしてそのソフィー・ジェルマンの その、突き進んだのが3とか4じゃなくて、まとめて他の、えっ、ー、と、グループ別にできないかみたいな。素数ならどうだとか、いろいろあるんですね。その功績をもとに、それを受けて、後にですね、えー、N の、N が5の場合はない。そして N が7の場合はない。というものを発見する学者が現れてきます。 このオイラーをしてもソフィー・ジェルマンをしても N が3の場合、5の場合、7の場合はないと証明できましたにとどまったというのがここまでのお話なんですね。そしてついに第二次世界大戦が起きます。ここまで全く進歩はありませんでした。もちろん機械の進歩はあったんですね。コンピューターの存在です。はい。 コンピューターが出現するんですね。によって、計算が圧倒的に速くなるんです。なので、今までの手法でですね、じゃあ N5 はない、7はない,なはない、なんとか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 はないっていうのは、どん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 桁数は上がってくるんですが、しかしそれは証明とは言わないんですね。この完全な証明というのは、 すべての N において、2より大きいすべての N においてこれがないということを完全に証明しなければ、フェルマーに勝ったことにはならないってことなんですよ。で、この頃にはですね、 数学者たちはもうフェルマーの最終定理なんてやってもしょうがなくないって言うようになっていたそうなんです。というのも、こういうですね、もう基礎的な数字の問題を、その数学のジャンルの中で数論って呼ぶらしくて、数論はですね、要するに実用化までが一番遠いんですよ。基礎の基礎だから、それが一体何の役に立つかっていうのは見えづらいんですね。 なので、なんかその速度を計算するとか、軌道を計算するとか、なんか重量とか、強さとか、そういうものの方が戦争とか産業に使いやすいでしょそういうものばっかりを数学者やるようになって、ここまで基礎的で、あまりにも時間のかかる。あのオイラーでもダメだった、ソフィー・ジェルマンでもダメだったものは無理だろうって言ってやらなくなり始めた。そんな中、全然違う角度からこの物語を動き出すって話なんですよ。 コンピューターでもダメだった。そんな中、1955年。なんと舞台は日本なんですよ。この答えはまだ数百年間人類は見つけられていない。あれに飲み込まれて数学のキャリアを棒に振った若者たちは毎距離糸間がないんだぞと。何十年やっても何の結果も得られずに終わるという、数学者殺しなんだ、あれはと。フェルマーの最終定理を解くためだけに俺は生まれてきて、生きてきた。さあ、ゲーム開始だ。